その選挙費用の半分を、国庫が償還するというシステムなんです。だから選挙費用の半分は国が持ちますよっていうのと企業団体献金の廃止がセットになってるんですよ。で企業団体献金の廃止だけではおそらく成り立たなかっただろうと思うんですよ。そう、私は全員同感なんです。だから日本もまさに前回の議論の時に政党、ね、そういうことを一つだけ言うんじゃなくて、一緒に言わないと企業団体献金だけやらいってその問題じゃないんですよ。いや、そういう趣旨ではないんですけど、まあ、私としては言わなかったでしょ。トータルに日本の場合は、かつては政党交付制がなくて、で結局リクルート事件を受けて今の議論のようなことがあって、政党やっぱ企業団体権利どうかなって議論の中で政党交付金で今315億円も出てるわけですよ、はい、そういう意味ではフランスはおっしゃるように企業団体献金禁止した代わりに代替措置を取りである意味やってるということです。で政党交付金制度もあります、うん、日本政党交付金制度はフランスの3倍も出てるんですよ。例えば、うん、例えばイタリアなどは不祥事があった時に、政党交付金制度あったのをなくしてるんですよ、うん、みんないろんな国はいろいろ工夫してるんですよ。日本も何かした方がいいというのは考えで、私はある意味本当に必要なお金であればちゃんとみんなの負担でやるということにご依頼られれば、それはそれであるんだと思います。はい、はい、四国電力からのお知らせです。お引越しの時は電気のお申し込みをお早めに。ウェブならいつでも簡単です。今ならウェブお申し込みの方にクオカードペイが当たります。四国電力。あなたの場所はどこか。僕は鼻から。それなら瞬足黄色のベンザブロック。あなたの風に狙いを決めてベンザブロック。その瞬間に黄色のプレミアピンポン。語り継ぎたい3年8ヶ月の記録 DVD 全集太平洋戦争。今なら DVD プレイヤーをプレゼント。プレゼント付きは22日まで。普段全くスキンケアとかに無関心で、あのマロっていつも言って、私がスキンケア進めた時はなかなかやらなかったのに、あのお仕掛けが楽しそうで。顔の印象が変わる10日間始まるサントリーバロン。新 SUV のレイバックは3つのカメラで命を守ります。お父さんぜひ体験。私止まった。新 SUV レイバック新登場。今すぐ市場予約。なんかすっごいいい目見た気がする。デッドタイムに幸せ招くラボントゥーザムーン。このせいか。あなたが思い描く子供と思い描く家族で思い描く家がここにあります。一緒に思いを描いてみませんか。人生をデザインする。昨日ですね、自民党の政治刷新本部2回目の会合が開かれまして、派閥どうなんだ、存続なのか廃止なのかというお話がありましたが、まあ、田井さん、でも今お話もありましたが、大事なのは、まあ、派閥なくしたら終わりじゃなくて政治資金規正法をどうするんだっていうことの、そちらの方のお金のところですよね。はいはいはい、それは皆さんちょっと分かってるんですよね。そうですそうです、はい、だから政治資金規正法の改正は与野党協議で行うほかないんで、うんうん、で自民党である程度まとめても、与野党協議の中でまた譲歩したり押したり引いたりしながらまとめていくようになっちゃったと思います。はい、ね、井口さんお話ありました、もう派閥がどうだっていう話は終わってます。それを守るかどうかっていうだけで、お金の問題とかですね、大事で、うんうん、ね、そうですね、お金ですね、まさに入りとですから。そうですね、で私の立場はもう今の日本の国会議員はもうすでに十分出てるというのが私の立場であって、はい、もうその中でやりはったらというのが私の立場です。はい、はい、まあ、青野さん今ねお二人の話ありまして、泉さんの話もありますが、35年前に派閥に関してはもう答え出てますというところ、それをもう一回やってるという。でも35年前に派閥のその弊害というのはここまでちゃんと言語化されていて、うん、でもまあゾンビのように派閥は、まあ、何度も解消しようという議論もありましたけども、ゾンビのように蘇って今強固になっているわけですよね、むしろ。ということを考えると自民党に改革無理だということですよね、うん、やっぱり分かったことは。それ田井さんどうですか、もう そういうふうに思ってもしょうがないかなと。うん、そういう思われ方もいるでしょうか、うん、ただ直近の世論調査で共同通信の論調査だと内閣支持率が5ポイント回復して12月に比べてね、
政党支持率、自民党支持率が7ポイント増えてるんですよね。これ多分これってよりも私も震災の影響が大きいと思いましたよね。で野党の方が減ってるんですよ。やっぱりあえてこうや、ね、あの岸田さんが現地行くとか、やっぱりそのこういった震災が起きた時っていうのはどっちかというとやっぱり政権の方にやっぱり支持率が上がるっていうのは、まあ、いつものいろんな時に起きることなので、これを刷新をやっぱりあの本部を評価しているとはなかなか言いにくいと思いました。でもう一つはやっぱりもちろんお金の場合ところが政治資金規正法をきちんとやっぱりその改正していくという、ポストのところって結局自民党内で この割り当てになるので、ここをどこまでできるのかっていうことはなかなか、まあ、かつて、できた政権とできなかった政権があるんですよね。で記者さんが、まあ、自分の政権少しでも支持率回復したいとか何かやりたいっていうんだったら、やっぱり記者さんが決断してやっぱりそこにメスを入れるしかないと思うんですけど、そこはなかなかやっぱり難しいのかなというのは思います。なぜかというと派閥がなくならないって権力装置だからと思うんですよ。結局総裁選と戦うために、まあ、自分の親分のためにいくら子分を集めて最終的に総裁選どう戦うかっていう、この権力闘争が自民党のやっぱり一つの、まあ、なんていうか源泉みたいになっているところがあるので、派閥政策集団っていうのは建前で、つまり総裁選のためのでしょっていう、まあ、そういう気はしてなのでなくならない、うん、それはだから僕は派閥という集まりはね、僕はなくならないと思いますよ。でもその派閥の弊害をどれだけ除去しながらやっていくかということで、先ほど申し上げたような3点を今やろうとしているということです。それをまあできないでしょうというのは、まあできないと思う人もいるし、まあ、やろうとしている人もいるということです。だからやっぱり派閥って表現使っちゃうと、人が3人いたら2対1になるようになりがちなんで、そうじゃなくて、このテーマはお金の力を借りた政治をしますかと、適材適所じゃないような人が派閥の推薦でそういうポスト、大臣、副大臣、政務がついていいんですかというテーマだから、ちゃんと派閥という2番目じゃなくて、まあ、金の力による政治じゃなくて、政策の力、言葉の力による政治に変えましょうと、そしてちゃんと適材適所の人事をしましょうだと思うんですよ。まあ、そういう意味ではちゃんと論点をお金の問題と、そしてやっぱりポストの適材適所にちゃんと据えた方がいいと私は思います。はい、そうですね。まあ、僕やっぱまず思うのは、権力闘争ってのは自民党内でこんなに激しく行われているっていうのは、こう民主主義社会としてはかなりおかしいと思っていて、それやっぱあるべき論としては、こう権力闘争はその与党野党間でやっていただきたいと、でそれを考えていくと、やっぱこうかなりメディアも含めて、まあ、国民全体ですよね、反省しなきゃいけないのは、やっぱ自民党自体がもう派閥はダメだよねって言ってるのに、30年間そういうふうにこう言ったことを守れなかった政党を、まあ、与党として、まあ、一部の時期民主党やってましたけど、支持してるって感じになってしまってると。いう話だと思いますので、まあ、その時点でやっぱりこう少なくともこういう政治はダメなんじゃないかと思うのであれば、まあ、自民党に入れないっていうのが今この瞬間はすごく大事なことなんだとまず思いますと。でもう一個やっぱ思うのは、その結構このお金の話っていうのは、それこそ与党野党関係が入れ替わりづらくなっていくことの一つの理由になっていると思っていますと。でその意味で言うと、まあ、これ泉さんも言ってる通りですけど、